て、ウィークエンドミックス、今日この時間はウィークエンドミックスとしては久しぶりのゲストとなりますが、お迎えしましてお話を伺っていきたいと思います。今日はスタジオにお二人入っていただいておりますので、では早速自己紹介からお願いしましょう。はじめまして、松尾翔馬と申します。ミュージシャンしてます。はい、松尾翔馬さんです。そしてもう一方。はい、はじめまして、デザイナーの今坂智也です。よろしくお願いいたします。はい、智也さん、よろしくお願いいたします。ということで、お二人をお迎えしましてお話を伺っていくわけなんですけれども、まずですね、お二人がここへ来ていただいたということで、どういったこう流れがあってなのかというところなんですけれども、お二人のご出身というのはどちらになるんでしょうか。はい、二人とも、はい、名張出身です。お、名張出身、はい、ということは、これからもね、この名張でいろんな活動をまたたくさん繰り広げていただきたいというふうに思うんですけれども、はい、どうでしょう、ちょっと名張というところの土地と絡めて、ちょっと自己紹介的なところを改めて皆さんにしていただければ。そうですね、やっぱり名張ってすごい自然豊かなところなんで、なんかその山育ちな感じが、こう思いっきり出た風貌かなっていうふうに思ってて、なんか、何を言ってんのやろ。山がいっぱいあって、なんか、歌にもね、そういう歌詞とかメロディーにもちょっとなんかそのインスピレーションをだいぶもらってやってるところはあるので、すごい。智也は、ね、僕はもうデザインとしてやっぱ自然を取り入れたイラストがすごい得意なので、そこら辺からインスピレーションをよく受けて、やっぱ名張に育ったっていうのもやっぱ大きいですね。ね、じゃあそういう名張というところもやっぱり皆さんの活動の原動力に、ね、なっている部分も非常に大きくあるということなんですけれども、はい、ちょっとね、活動についてご紹介いただきたいと思うんですけれども、松尾翔馬さんはですね、今活動というのはどういったことをされているんでしょうか。基本的にミュージシャンなんですけれども、今は配信アプリっていうものがあってですね、はい、離れている人にも、リアルタイムで生放送感覚で弾き語りの配信、路上ライブの、本当にみんなが家にいて、携帯から、歌を聴くことができる、そんな感じで活動を続けてます。なるほど、はい、今、こういう情勢でね、ちょっとコロナウイルスのこともあってライブとかっていうのもちょっと難しい状況にはなっているかと思いますけれども、はい、そういう中でその配信のライブっていうのをされていると、はい、その配信っていうのは自宅でやってらっしゃるってことですけど、どんな感じでやってるんですか、いつも。いつもなんか丸い、すごく眩しいライトの、はい、間にですね、スマホをはめて、でそこに向かってこう配信ボタンを押すんですけど、はい、そしたらこういろんな人が、誰々さんが入ってきましたよっていうので、あ、誰々さんこんにちはとか、こんばんはとか言いながら、基本的には僕はトークよりも、なんていうんですかね、こう弾き語りを、歌を聴いてくれっていうスタイルで、どんどん歌を歌っていきます。そこでリクエストもらったりっていう、はい、そこはちょっと路上の人とは変わらないのかなっていう、ね、でもそうやっていろんな人にね、見ていただいてるっていうことなんですけど、実際その、はい、見ていただいてる方と会う機会とかっていうのもあるんですか。ああ、そうですね、今はちょっとコロナで、できないんですけれども、生のライブに出演させてもらったりすると、配信をきっかけで来てくれる方がいらっしゃったりして、もう本当にね、嬉しいですね。それは嬉しいですね。やっててよかったなって瞬間ですよね。実際にこう、やっぱり向こうはね、僕のことを知ってくれてるけど、そこで初めてその方を見た時に、はい、あ、こういう方がいつも応援してくれてるんやっていう、そこでようやくどんな人たちなのかっていうものを分かったりして、その時間差も結構楽しいです。今日実際ファンの方もね、来ていただいたりしてますよね、はい、嬉しいなっていう、ありがとうございます。ね、出てくださってますけれども、はい、本当にね、こういうふうにまたいろんなところでね、お話をする機会っていうのもたくさん増えてきたらと思います。なんかラジオやりたかったらしいですね。いや、もうずっと憧れて、配信でも言ってるんですけど、はい、僕の憧れのアーティストさんたちのラジオとかもやっぱり聞いてると、やっぱりね、声だけの仕事ってめちゃくちゃいいなっていうふうに思いますね。それにね、ご自身の持ち味の歌もまた交えるというより、こう独特のね、自分の世界観っていうのをまた作っていくこともできますからね。はい、で、その今、智也さんも今日一緒に来ていただいてるわけですけど、このお二人のつながりっていうのは何がきっかけだったんですか。きっかけとしては、もともと中学校で、違う中学校なんですけど、バスケットのクラブを通じて知り合いました。で、同級生ですけど、中学校は違ったんですね。はい、違うんです。
でバスケットをやってたっていうこともあってつながりがありました、はい、でその後はその後は、高校で一緒になって、はい、一瞬だけ、この1ヶ月ぐらいだけ、一緒にバスケ部に入ってやってたんですけど、僕が途中でハンドボール部に、行ったので、はい、そこからちょっと、もうあんまり喋ることはなくなりました。意外、なんか今のね、2人の様子を見てたら、そんなこともないなっていう気がするんですが、じゃあそこからちょっと離れました。はい、けど、またお二人がこう繋がるっていうのは何があったんですか？そこで、まあ、僕が地元で就職をして、はい、音楽活動というよりかはもう趣味で音楽、はい、曲を作ったり、はい、弾き語りをしたりしてたんですけれども、はい、ある日やっぱり You、その名張の新聞を見た時に、はい、智也がデカデカとその You、はい、の表紙に載ってておめちゃめちゃ You みたいな、あれ智也なんでこんなとこに載ってるの、まず僕はやっぱり音楽やってたんで、はい、音楽やってる人やと思ったんですけど、そうではなくてデザインをやってる、アパレルをやってるっていうのを見て、ちょっとホッとしたんですけど、でもやっぱり同い年で、一時期やっぱり仲良くやってたやつがこんなにかっこいいところに出てるっていうことは、あ、じゃあ俺もやらなあかんっていう気持ちになって、じゃあもしかしたらそこに智也さん乗ってなかったら、今の松尾翔馬という人間はここにいなかったかもしれない。なかったかもしれない。もっと時間かけてたから。きっかけになってよかった。すごい。じゃあ人生においてすごいなんかきっかけの人じゃないですか。そうなんですよ。だからもう智也結構その僕の活動に深く関わってくるというか、その智也と一緒に活動し始めたのは最近なんですけど、まあ、もっと前からあるよっていう、きっかけはあるよっていう。後ろで支えながらね。そうそうそう、いやそのね、もう大きな支えもあるのかなっていう感じがすごく今伝わってきましたけれども、で、まあそういう風にね、音楽活動、グッと背中を押してもらいました。で、ご自身でいろんな活動をしてきておりますけれども、どうでしょう、今までその曲っていうのはどのぐらい作られてるんですか？曲は、ミュージシャン活動を始めて、はい、もう6月、7月で1年経つんですけど、21曲作りました。ちなみにどういう曲があるんでしょうかね。今回のそのアルバムのアッシュに入っているものだったら、やっぱりちょっと怒りで曲を書いたりとか、あとはその自分が社会人として活動している、生活している時に考えていたそのなんていうんですかね、上下関係とか、そういう狭い世界での、あの自分の鬱憤とか、あとはその恋愛をフィクションとか自分の実体験交えてみたいな。基本的には書いているんですけれども、ちょっと最近は友達の結婚式用の曲を書いたり、あとはここにいる智也から話を聞いて曲、インスピレーションもらって曲を書いたりとか、人に対してっていうのがだんだん増えてきました。なるほど。じゃあこのご自身の曲の中でもちょっとずつ変化がやっぱりですね、この1年ちょっと通してあったということですよね。で、今そのアルバムの話がちらっと出てきましたけれども、どうですか、アルバムというのは。これ8月ですか、リリースされたのは。昨日の8月1日土曜日にですね。昨日、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。リリースほやほやのアルバムを引っ提げて今日このスタジオに来ていただいた。実はね、このアルバムの話もちょっとね、時間が18分やったらほんまに足らへんぐらいなんですけど、そうなんですよ。ね、ちょっとアルバムのね、あの中から1曲ちょっとバックに流しながら、はい、もう話もいっぱいしたいので、バック流しながらにしたいと思うんですけど、1曲ちょっと選んでいただいていいですか。はい、はい、モノローグという曲。はい、じゃちょっとバックに、今ね、バックのモノローグという曲を聴きながらお話をしていきたいと思うんですけれども、はい、このアルバムなんですけれども、タイトルが、はい、アッシュです。アッシュという、ね、タイトルになってるんですけど、このアッシュっていうタイトルの由来っていうのは何なんですか。僕はいつも曲を書くときに、曲の書き始めというか、その1曲目作った曲が、はい、自分の飼ってた犬が亡くなったとか、はい、そういうのがきっかけで、ちょっと悲しみから始まったんですけど、やっぱ生きている以上、絶対にこう死は訪れるっていうことをいろいろと常日頃考えていて、まあ、死ぬこと怖いじゃないですか、で死んだら何もないじゃないですか、それで死んでしまったら灰になってしまうっていう感覚がずっとあって、そこから、一人の人生をそのミニアルバム EP に詰めたっていうのがアッシュ、それでちょっと灰という意味のタイトルになりました。このアルバムアッシュには曲は全部で何曲入ってるんでしょうか。はい、全部で7曲です。
全部で7曲入ってますけど、はい、まあ、このアルバム通してね、皆さんにいろいろこう聴いていただきたい思いっていうのもあると思いますが、もちろん聴いて感じてほしいところもあると思うんですけど、どういう方々にこの曲届いたらいいなって思い持たれてますか？やっぱりですね、まあ、コロナ禍でちょっと皆さん本当に外にエネルギーを向けることができず、内々、はい、にこうエネルギーっていうのが溜まってしまって、そこでやっぱり連日報道されているニュースだったりとか、もう本当にもうちょっと心が痛むようなことがやっぱり多いんですけれども、ね、その中でやっぱり自分たちはそれでも生きていかないといけない、はい、いつか死ぬっていうのは分かってるからこそ今大事にしたいっていう気持ちで書いたので、うん、作ったので、そういう本当に少しでもちょっと頑張れへんなっていう方に届ければいいかな。今おっしゃっていただいたように、ちょっとやっぱ気持ち的にね、こう見入ってしまうようなことが今すごく多くって、はい、ね、ちょっと塞ぎがちになっちゃいますけど、そういう人たちが聞いていただくことですごくパワーももらえるしね、はい、エネルギーももらえるなっていう、はい、私も一曲聴かせていただいて本当感じた部分がありましたので、はい、そういう曲をどんどんね、またこれからも届けていただけたらと思うんですけど、トモヤさんはなんかこのアルバムにどういう形で関わっていらっしゃるんですか？一応デザインさせてもらってるんですけど、そうです、写真が、はい、先ほども出た写真のフォトグラファーの地元一緒の和光君っていう方に撮ってもらったんですね、はい、それは僕がもともとアパレルのことやってる時に協力してもらった方なんですけど、で僕は、そのショーのアッシュっていうハイっていうイメージから、モノトーンにするとかっていう話を、決めていって、で、歌詞カードだったり、はい、裏のジャケットだったりとかっていうデザイン、文字の配置フォントとかそういうのに携わらせてもらいました、ね、なるほど、はい、ね、じゃあやっぱりそういうところでも乙女さんの力っていうのは非常にすごく助かりましたいやいやいや、ありがとうございます、ね、いやそこも含めてぜひね、皆さん注目をしていただきたいという一枚になりますが、このアルバムっていうのは皆さんにはどこで手にしていただくことができるんでしょうか？手売り販売っていう形で、まあ、地元の方とかちょっと会うことがあった方にはちょっと一応ストックがあればその場で、お手渡しさせていただくんですけれども、基本的にやっぱり配信をしているとリスナーさんも全国に いらっしゃるので、そういった方にですね、松尾翔馬のノートというブログみたいなものがあるんですけれども、そちらから、僕のアドレスにメッセージをいただいて何枚欲しいですっていう形で、まあ、ちょっと通信販売的な配送という形を取らせていただいております、はい、じゃあもしも名張市内で見かけたら、はい、持ってたらそこで買うこともできますし、もしあれだったらもうインターネットで、ね、使って買っていただくこともできるということで、はいはい、ぜひ、ね、皆さんも1枚通して聞いていただきたいなと思うんですけど、お二人についてこうもっと、ね、情報とか知りたいなっていう方はどのようにすればよろしいでしょうか？僕たち2人ともインスタグラムを SNS やっているので、そちらでですね、トモヤは何て調べたら出てくる？今、つづりを言うんですね。いや、もう多分どう調べたら一番、検索方法だけ簡単に。インスタグラムで、はい、アルファベットで。アルファベットで。まあ、今坂トモヤでも出てくると思うんですけど、はい、ローマ字で。TOOMY アンダーの TMY で、はい、アカウント名になってるんで。はいはい、よかったら見てみてください。翔馬さんどうでしょう？僕は、松尾翔馬でもう調べてもらえれば、インスタグラムも出てくると思います。はい、はい、ですので、まあ、そのあたりもね、チェックしていただいて、ぜひね、今後の活動等も、まあ、ちょっと落ち着いてきたときにね、またね、いろんな活動も、していくかと思いますので、その辺の情報っていうのもチェックね、してもらえればと思います。はい、はい、ではですね、もうまだまだちょっといろいろと聞きたいことがあったんですが、もう最後になりますけれども、はい、今番組をお聞きの皆さん、そして、動画配信を通してもたくさん見ていただいておりますので、ちょっと一言ずつメッセージいただいてよろしいでしょうか？はい、まあ、これからまだ本当に先の見えない暗闇が待っているのかと思うんですけれども、そこで僕の歌、僕の歌が少しでも皆さんの光になればいいなと先陣を切って走っていますので、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、まあ、コロナだったり、いろいろ大変なこともあると思うんですけど、やりたいことは、できる時代に、一人でもできる時代になっているので、まあ、SNS だったり活用して、まあ、僕らがまた後押しできるような活動していくので、それ見て一緒になって活動してくれたら、一人でも多く増えたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にアルバムから1曲、はい、曲を聴いていただきたいと思いますので、曲紹介をお願いしてお別れとしましょう。はい、松尾翔馬でフクロウ。
ここまでシンガー松尾翔馬さん、そしてプロデューサー兼デザイナーの今坂智也さんをお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。